はい、非常にご無沙汰しておりますカスタムワークスゾーンの YouTube です。サボってたわけじゃないんですけど、ちょっとバイク作るのを一生懸命やっておりましたために更新の方が、途絶えてました。申し訳ございません。今日、の車両の、紹介の方は、ショベルヘッドのエンジンを積んだソフテルフレームっていうなんですけど、まあ、オーナーさんが、クラシカルな感じのこの車両を、持ち込んでいただいて、なんかセクシーな感じにカスタムしてよみたいな感じで、注文いただきまして、うちの方といたしましては、もともと前後16インチだったのを、リアを16インチ、フロントを21インチに、変えまして、前後、タイヤの方をファイヤーストーンの方に変えさせていただいたりとか、まあシートカウル作らせてもらったり、シート作ったりで、まあタンク作ったりで、前のフォークカバー作ったりとか、まあヘッドライトもちょっと変わった異形のヘッドライトをつけさせていただいたり、まあハンドル作ったりとか、まあ一応もう外装周り一式ですね、変えさせていただきました。で、まあ、もともとハンドクラッチだったのを、ジョッキーシフトにしてくれよっていうので、ジョッキーシフトにさせていただきました。で、ミッションの方が、エボリューションとかのミッションになりますんで、ワイヤー引きになりますんで、まあ、クラッチの方から引きまして、でこちらで踏み込んでクラッチが切れるという方法ですね。で、こちらの方は、私がドイツに行った時に買ってきたアンティークのノブになるんですけど、そちらの方で、ジョッキレバーを付けさせていただきました。で、まあ、もう本当にシンプルな感じでっていうことなんで、まあ、本当に色も黒単色にして、で、まあ、モールをパイピングのように、作ったんですけど、そこだけちょっと地のままの、スチール、残しております。で、まあタンクの方はフレアでっていうことだったんですけど、まあなんかイーグルが羽を伸ばした時に、まあフレアになるかなっていうようなイメージでデザインさせていただきました。シートの方はスカンクさんの方で作っていただいて、まあつけた後しっくりきてさすがだなという印象です。で、今回まあ一番最後まで悩んでたのがマフラーなんですけど、オーナーさんのイメージとそのエンジンとこの外装など全てに合わせてどうすれば一番かっこいいのかなっていうので、今回はショットガンでちょっと絞りの入れたアクセントをつけさせていただきました。まあそれに合わせて、まあ、プッシュロッドなど、こちらパラサイトさんの商品になるんですけど、付けさせていただいて、完成となりました。 S&S のショベルになりますんで、音がやっぱすごいいい音しますよね。ちょっとエンジンかけてみますが、